魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、皆さんおはようございます。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。家電量販店の投げ売りに変化があったので、2月の最新情報をお届けします。このチャンネルではスマホやタブレット関連の情報を幅広くお届けしています。今年の4月までにチャンネル登録1万名様を目指しています。ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。まずはソフトバンクから。 Xperia 10 Mark 4 は相変わらず端末のみ 22,001円、 MNP で一括1円。 Google Pixel 6a は端末のみ 31,800円、 MNP で一括 9,800円。 iPhone SE 第3世代 64GB 端末のみ 36,800円、 MNP で一括 14,800円。 1月から投げ売りに参戦したアクオスセンス7プラス、端末のみ 31,800円、 MNP で 9,800円。 2年後返却で実質24円シリーズは Google Pixel 7、 iPhone 13 128GB、 iPhone 13 mini も一緒です。 Xperia 5 Mark 4 Lights Phone 1、 アクオス R7、 Pixel 6 Pro。 ソフトバンクは Android の選択肢が豊富なのが嬉しいですね。ソフトバンクでは MNP でメリハリ無制限の加入か、5歳から22歳までの契約者または利用者なら新規契約でスマホデビュープランも選択できます。メリハリ無制限だと高額なプランになるので、ソフトバンクで端末のみを購入しつつ Y モバイルの SIM のみ MNP 契約特典をセットで購入するのも一つの選択肢としておすすめです。次は au の特価情報。 Google Pixel 6a は端末のみ 31,800円、 MNP で一括 9,800円。 iPhone SE 第3世代 64GB 端末のみ 36,800円、 MNP で一括 14,800円。 2年後返却で実質1円シリーズは Google Pixel 7、 iPhone 13 128GB と iPhone 13 mini 128GB。 Pixel 6a や iPhone SE 第3世代は実質1円、さらに1万ポイント還元の店舗もありました。最後にドコモ。 iPhone SE 第3世代 64GB 端末のみ 36,800円、 MNP で一括 14,800円。 先月までは22歳以下の契約者または利用者の登録が必須でしたが、2月に入り年齢の制限が解除されました。ドコモだけ条件が厳しすぎましたし、条件が緩和されたのは良かったです。 iPhone 13 128GB モデルも年齢制限がなくなり、実質23円は継続です。ですがなぜか13 mini だけは22歳以下の条件がついたままでした。そしてついに投げ売りに参戦、 iPhone 13 Pro。 定価 172,810円、端末のみ購入でも 125,060円、 MNP で総額103,060円、2年後返却で実質19,900円となります。 256GB モデルだと定価195,030円、端末のみ購入でも147,320円、 MNP で総額137,852円、2年後返却で実質31,600円。実質23円とまではいきませんでしたが、ついに家電量販店の特化施策に iPhone 13 Pro が登場しました。年齢制限はなくなりましたが、MNP 契約の 22,000円の割引は条件があり、23歳以上は 5G ギガホプレミアの加入が必須。22歳以下の利用者、または契約者なら 5G ギガライトも選択できます。ギガライトなら即アハモ、5G ギガホプレミアならギガライトに変更し、翌月にアハモへ変更することもできます。家電量販店の投げ売りで iPhone 13 Pro が出るのは初めてのことです。もしかしたら最近は出張店舗の方が強い施策を行っているので、家電量販店も力を入れてきているのかもしれませんね。
今後に期待です。出張店舗に関してはこちらの動画で注意点などをお話ししているので、利用を考えている方はぜひチェックしてみてくださいね。皆さんが欲しいスマホをお得に購入できますように。このチャンネルではリスナーさんからのリクエストにお答えしたり、格安SIMやスマホのお得情報なども発信しています。ご質問やご相談は動画かツイッターのコメント欄、もしくはマシュマロにお願いいたします。おまけでやってほしいことも募集中ですよ。サブチャンネル裏口にもぜひ遊びに来てくださいね。チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローもお待ちしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、今日も一緒に頑張ってこう。またね、バイバーイ。ここはどこでしょう。早くスマホを買いに行きたいのですが。ん？あれは？7台のスマートフォン。それが貴様が最近買ったスマホの台数。そう、貴様は買いすぎた。貴様がスマホを買わなければ全てが変わる。だがその前にもう一度聞いておきたいことがある。私はいつまでおやつが煮干しのままなのだ。いつになったら。めんどくさい。時間の無駄だ。どうせ貴様はスマホを買うのだ。うわー、貴様がいる限り私には夢も希望もない。新iPhone にピクセル6、これが次に貴様が狙っているスマホだろう。どれだけ高額になるかは知らないが、それさえ阻止すれば私は自由になれるのだ。白手こよ、覚悟しろ。貴様の企みはここまでだ。私の決意の強さ思い知らせてやる。腹をくくったら前に進み出ろ。